この動画では、仙台市の認可を受けた保育施設、保育所、認定こども園、他保育事業の利用申し込み方法についてご説明します。下記以外は認可外施設となります。認可外の保育施設の利用申し込み方法につきましては、該当施設へ直接お問い合わせください。保育施設の利用申し込み期間についてご説明します。令和7年4月1日付での保育施設利用希望の場合の申し込み期間は次の通りです。一時申し込み。令和6年11月1日から令和6年12月3日17時まで。二次申し込み。令和6年12月4日から令和7年2月3日17時まで。締め切り日の直前は大変混み合いますので、日にちに余裕を持ってお申し込みください。また、二次申し込みについては、各施設より0人から若干名の受け入れとなり、一次申し込みで待機になった方々と一緒に選考をします。年度途中から保育施設の利用を開始したい場合の申し込み締め切り日は、次の通りです。毎月1日から保育施設を利用開始したい場合は、前月の5日まで。毎月16日から保育施設を利用したい場合は、前月の20日までにお申し込みください。利用申し込みの締め切り日が土日祝日とかぶっている場合は、前回帳日が申し込み締め切り日となります。保育施設利用申し込みの申し込み先と申し込み方法についてご説明します。保育施設の利用申し込みは、第一希望の保育施設等が所在する区役所の保育給付課へお願いいたします。青葉区の宮城総合支所管内に所在する保育施設等の場合は、宮城総合支所の保健福祉課までお申し込みください。書類の提出方法は以下の3つです。保育給付課もしくは保健福祉課の窓口への持参、郵送提出、電子申請。いずれの場合にも余裕を持ったお申し込みをお願いいたします。不足書類の提出が必要となった際に、来庁をお願いする場合や、書類の用意にお時間を要する場合がございます。また、郵送事故については、責任を負いかねますので、配達証明等のご利用をお勧めいたします。電子申請につきましては、他手続きと同様に、書類の電子データの提出が必要となります。詳細は仙台市ホームページをご覧ください。利用申し込み時の書類提出についてご説明します。申し込み時に必要な書類はこちらの4点です。こちらは必ず提出いただく書類となっております。各書類は区役所などの窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードも可能です。確認書類の添付が必要な書類もございますので、余裕を持ってご準備ください。4. 保育を必要とすることを証明する書類は、保育の必要性の事由によって提出書類が異なります。詳しくは、ホームページ、利用案内の資料や、他の説明動画をご確認ください。申し込みから、保育施設、入園までの流れについて、ご説明します。利用申し込みの締め切り後、利用調整と呼ばれる、選考作業を行います。ご希望の保育施設に、利用が見込まれる場合には、面接のご案内をお送りします。
面接の結果、施設への受け入れが可能と判断されましたら、入園承諾、内定となります。4月1日付での保育施設利用開始の場合は、各施設で説明会が開催されることもある。利用待機となった場合、年度末までは利用申し込みが継続されるため、再度の申し込みは不要です。ここからは保育施設の種類についてご説明します。保育所や認定こども園の認可・認定とは何のことですか？認可・認定というのは、児童福祉法で定められた基準をすべて満たしており、自治体の認可・認定を得ている保育施設のことです。自治体から認可を得ている保育施設へ入園するには、自治体へ利用申し込みをする必要があります。認可を得ている保育園にはどんな種類がありますか？仙台市で利用申し込みを受け付けている保育施設には6つの種類があります。1、保育所。保育所は保護者の就労等で保育が必要な児童を対象に健やかに生活できる環境と教育を提供する児童福祉施設です。2、認定こども園。認定こども園は幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。3歳未満時に保育、3歳以上時に教育と保育を提供します。3、家庭的保育事業。家庭的保育事業は3歳未満児を対象に、家庭的な雰囲気のもと、少人数、家庭的保育者1人当たり定員5人以下で、きめ細かな保育を行います。4、小規模保育事業。小規模保育事業は3歳未満児を対象に、比較的小規模な環境、定員6人から19人で、きめ細かな保育を行います。保育従事者の全員が有資格者の A 型と、3分の2以上が有資格者の B 型があります。5、事業所内保育事業。事業所内保育事業は、事業所が設けている従業員のお子さんのための保育施設の中で、地域の保育を必要とするお子さんを受け入れている施設です。定員20人以上の保育所型と、定員19人以下の小規模型があります。6、居宅訪問型保育事業。居宅訪問型保育事業は、障害等のため個別のケアが必要なお子さんを対象に、保護者の自宅で保育を行います。申し込みの流れが一部異なりますので、詳しくは仙台市ホームページをご確認ください。認可外保育施設。認可外保育施設とは、認可保育施設以外の乳幼児を保育することを目的とした施設のことです。こちらは直接施設へ入園のお申し込みをお願いいたします。2歳児クラスまでの保育施設卒園後に保育所や認定こども園を利用したい場合はどうしたらいいですか？3から5の保育施設卒園後に引き続き保育施設を利用したい場合は、改めて利用申し込みをする必要があります。3から5の保育施設を卒園した方が
利用申し込みをする場合は、優先的に保育所や認定こども園を利用できるよう優先度を上げたり、優先枠を確保している施設もあります。対象施設はホームページの一覧などをご確認ください。保育園の利用調整・選考についてご説明します。申し込み後の選考はどうやって決めるんですか？施設の受け入れ枠に対して保育を必要とする程度の高い方を優先に調整をします。保育を必要とすることを証明する書類の内容に応じた基準指数と家庭状況等に応じた調整指数の合計で優先順位を決定します。同点の場合には優先順位を判断する基準もあります。具体的な指数については保育施設等利用案内をご確認ください。最後に関連資料や動画についてご説明します。この動画以外に配信している動画や関連資料はありますか？この動画の他に4つの関連動画を配信しています。概要欄には各説明動画へのリンクのほか、仙台市ホームページのリンクも掲載しております。書類のダウンロードなどにご利用ください。また各区役所、宮城総合支所の窓口でのご相談や電話による問い合わせにも対応しております。ご不明な点は各区役所の保育給付課、保育係、支所保健福祉課、保育給付係までお気軽にお問い合わせください。動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。